このプログラムはどこにいても寝巻きのままでも台風の日でも受講できるオンライン外国語教室ミッチの提供でございます。講師は私ミッチで、英会話、中国語、スペイン語、そして日本語のレッスンをご受講していただけます。またご家族やお友達と一緒にご受講していただいても一人分の料金です。共通のご趣味に外国語なんていかがでしょうか。ご興味のある方は今すぐ私のホームページにアクセスしてお気軽にお問い合わせください。皆さんこんにちは。いつも動画を見ていただきましてありがとうございます。ミッチです。はい、今日これから練習する漢字はこちらになります。はい、これからですね、これらの5つの漢字を使って読み方の練習、そして書き順の練習、そして最後に確認テストっていうような形の流れで練習してみたいと思います。さあ、そしたらですね、まずはじめにこれらの5つの漢字を使った単語を準備してきましたので、そちらの単語の方のですね、スライドをこれからお見せいたします。なので私皆さんでですね、大きい声で読みの練習をしてみましょう。よろしいですか。それでは3、2、1、はい。比較する、比較する、背比べをする、背比べをする、永遠の愛、永遠の愛、長い年月、長い年月、過去打ちたい、過去打ちたい、川村さん、川村さん、液体窒素、液体窒素。これはよくユーチューバーさんなんかがよくフルーツだとか花だとか、なんか風船とかをこの液体窒素っていう水みたいに冷たい水みたいに中に入れて瞬間で凍ってしまう、そういう液体のことを液体窒素っていうふうに言います。次行ってみましょう。血液型、血液型、混乱状態、混乱状態。これは今私の頭の中ですね。はい、はい、次行きましょう。はい、水を混ぜる、水を混ぜる。はい、そしたらですね、本日のターゲットとなっている漢字の書き順をこれからですね、画面にお見せいたします。なので皆さんも指を画面に、コンピューターないしテレビまたは携帯の画面に向けてですね、指を出していただいて漢字を書く練習を一緒に行ってみていただけたらと思います。よろしいですか。じゃあ始めます。比較するの比や比べるの比、比較の比、比較の比、比、比較の比、比較の比、比、比較の比、比較の比、比、永遠の永や長い年月の長、永遠の永、永遠の永、永、永遠の永、永遠の永、永、永遠の永、永遠の永、永、河口地帯の河や川村さんなどの川、河口地帯の河、河口地帯の河、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 河口地帯の河、河口地帯の河、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 河口地帯の河、河口地帯の河、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 液体窒素の液や血液型の液、血液型の液、血液型の液、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 血液型の液、血液型の液、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 血液型の液、血液型の液、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 混乱の混や水を混ぜるの間、混乱の混、混乱の混、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 混乱の混、混乱の混、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 混乱の混、混乱の混、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 混。はい、そしたらですね、先ほど練習した5つの漢字を使った単語のですね、スライドをもう一度お見せいたします。なので私皆さんですね、大きい声で読みの練習をしてみましょう。準備よろしいですか。3、2、1、はい。比較する、
比較する、背比べをする、背比べをする、永遠の愛、永遠の愛、長い年月、長い年月、過去打ちたい、過去打ちたい、川村さん、川村さん、液体窒素、液体窒素、血液型、血液型、混乱状態、混乱状態、水を混ぜる、水を混ぜる。はい、そしたら今度は先ほど一緒に声を出して練習した漢字の読み方の確認のテストを行います。これから先ほど練習したスライドをシャッフルしてお見せいたしますので、皆さんはその漢字の読み方を答えてみましょう。よろしいですか？ 3、2、1、 はい。はい、そしたら最後に漢字の書きの確認テストを行いたいと思います。これからスライドをお見せいたします。で、そのスライドの中に下線が引いてあるところがありますので、そこの下線に当てはまる漢字を皆さんのノートとかですね、何か広告の裏とかに書いていただきたいと思います。で、答えの方はこの動画の概要欄に書いてありますので、最後にそちらの方で確認していただけたらと思います。じゃあよろしいですか？じゃあ始めます。 3、2、1、 スタート。
今日は以上で全て終了になります。皆さん最後までどうもありがとうございました。それではまた後で。